ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。篠原です。本日はね、篠原くんのお客様のお車を紹介してもらえるとのことで、早速紹介してもらおうと思います。はい、お願いします。で、今日紹介していただくのは AMG GT 4ドアです。63です。これすごいですよね。すごいよね。すごいですね、これは、ね、もうパッと見、どんだけ変わってんだっていうぐらい変わってますけれども、うん、聞いてたら、去年の3月春ぐらいからお客さんと結構綿密に打ち合わせをして、うん、そうですね、やっと、まあ、できたというか、まあ、その時車なかったのかな。その時はまだ車探してる段階でしたね。で、車オーダーと同時に、パーツもオーダーいただいて、で結局車来たのがいつ？車来たのが、まあ、最初5月ぐらいって言ってたんですけど、そこから8月ぐらいに納車されて、お盆明けに、打ち合わせをして、作業させていただいたって感じですね。だから1年以上前から、まあ、ちょっと打ち合わせしてたけれども、その時に新車オーダーしてやっと来たのが今年の8月ぐらいで、はい、8月9月ぐらいで、そこから一気に取り掛かっていったような感じですね。そうですね。じゃあ早速これどこが、はい、というかもう面影がないような感じですけれども。そうですね。まずフロント、まずフロント、まずこれが違うもんね。そうですね。まずブラバスの方から聞いていこうか。一応もうブラバスは、設定あるやつほぼほぼオーダーいただいて取り付けさせていただきました。だからフロンカーボンのフロントスポイラーと、はい、ここのエアインテークのアドンパーツ、うん、そうですね。まあ、これほぼほぼもうなんかかぶせみたいな感じで取り付けられるみたいですね、うん、でもここ違うよね。ここが追加になってるよね。そうですね。ここが、このカーボンになってるのと、うん、このラインも、ね、ブラバスになってますね。これ横から見たらすごいボリュームも増えてるし、やっぱりセットで付けないと、う、ね、うん、やっぱり、バランス悪いよね。そうですね。でもちろんドライカーボン製。そうですね。高いよねこれめちゃめちゃ高いです。めちゃめちゃ高いですね、はい。でまあ一応、まあ、マットとグロスの設定はあるんですけれども、うん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 、まあ、ボディがやっぱりマットなので、うん、ちょっとこうやっぱりエアロパーツ強調させたいなっていうところでグロスカーボンで仕上げさせていただきました、ね、カーボンの方はグロスツヤリで仕上げたっていう感じですね。そうですね、はい。で上に行く と、まあ、B マーク。そうですね。 B マークも、ブラバス、これは一応ステッカーになりますね。このディストロ大丈夫なんだよね。は、大丈夫です。エラーとかも特には出てない状態ですね、うんうんうん、で本国に、まあ、出してもらったような感じで、ね、そうですね。で、はい、ここのブラバスのマーク。そうですね。これも夜光るんだよね。そうですね、イルミネーションとして、光るようになっております。ね、でこれ縦普通メッキやけど。そうですね。これカーブよく見たらね、これも綾織のカーボン。そうですね。これも、これはトップカーの。トップカーの、はい、グリルフィンカーボンのやつを取り付けさせていただきました。すごいね、ここまでカーボンにするって。そうですね。で、やっぱりどうしてもそのままつけちゃうと、うん、元々のメッキが見えちゃうんですよね。あ、そうなんや。なんでブラックにペイントをして、目立たないように。なるほどね。よく、あ、そっか、横微妙に被ってないところからメッキが見えるのね。うん、そうですね。やっぱりもう上から貼り付けるタイプになりますので、ちょっと細かいところを見てしまうと。なるほどね。その辺はやってみないとわからんわね。そうですね。なるほどね。でそこから上に行くと、はい、もうこれ見てわかるけど、うん、こちらはトップカーの、エアロボンネット。すごいね。取り付けさせていただきました。これ GT でカーボンボンネット交換してるの初めて見たかな。そうですね、本当に。でも目もすごい綺麗やね。そうですね。一応トップカーのカーボンの設定で、AMG の、うん、カーボン目と、まあ、トップカーのオリジナルかな。あ、そうやそうや。トップカーってその AMG のこの普通の綾織カーボンと、もっとでっかいカーボンあるもんね、うん、はい、そうですね。でこれは今回は、まあ、ブラバスも、AMG のカーボンなので、ね、合わせて。あ、そうかそうか。それ注意しとかないと全然違うカーボン目が来ちゃうから。そうですね、結構要注意やね。はい。でここフィンもついてて、うん、これ穴も開いて、一応開いてます、ね、てね、はい。でこれまた開けたらすごいんやね。そうですね。ちょっと開けてもらいましょうか。こう裏まで全部ドライカーボンっていう、ね、そうですね。でここもなんか、はい、真ん中はトップカー独自のこれ
迷彩みたいなカーボンだったよね。そうですね、カモフラージュというか。あ、そうかそうか。で、一応色がなんか選べれるみたいで、うんうんうん、ブルー、レッド、グリーン。これは？これは一応ブルーでブルーなオーダーしております。すごいね。確かに岡のつけたウルス の、カーボン、うん、のボンネットの裏もこんな感じだったもんね。ついてましたね、はい。で、水 は、ダクトの水は、ここから、まあ、ちゃんと抜けるのね、はい、ここないもんね。そうですね、だからちゃんと水を抜きも、考えてますよと。はい、はあ、すごいね。これだけでいくらするのか怖くなるね100万オーバーしますねなるほど。まあカーボンのね、 AMG のヘッドカバーもカーボンやし、うん、まあ、そういう意味ではすごく統一されてて綺麗ですね。そうですね、はい。じゃあ次サイドに回って、はい、まずホイールやね、目に飛び込んでくるのが。そうですね、ブラバス、モノブロック Z 装着させていただきました。これ前も、ゲレンデに装着篠原してたね、うん、そうですね。だね。で今回は GT に。GT に。これやっぱこのデザインかっこいいね。やっぱりもうすごいかっこいいですね。セダンにも似合うし、うんうんうん、前岡も223の S につけてたけどかっこよかったし、うんうんうん、つけてました ね。でこれサイズが？サイズは、フロント21、リア22になりますね。そうやね、これフロント21やねんね。そうです ね。これしか設定がないので、ね、あ、そうかそうか、ね、これ21やね。でも21ってわからないぐらい大きく見えるね、うん、全然違和感なく装着できております、ね、でこれ天面ポリッシュやから前ってこのメッキとかは、はい、まあ、合わせるのにシルバーはそうですね、まあ、フロントのラインもそうやけど、まあ、ちょっと残したような感じがね。そうです、はい。やっぱりもうフロントとかもブラックにしたい気持ちはあるかもしれないんですけれども、1個やっちゃうともう全部やってしまうような感じになってしまいますので、まあ、この辺はあえて残したような感じ、ね、そうですね、あえて残しでやらせていただいております、ね、でここにちゃんとフォージッドプラチナムエディション、ね、はい、高い1本ですね。そうですね。でタイヤもミシュラン、ミシュランで、パイロットスポーツ4ですね、はい、まあ、間違いないタイヤですね。間違いないですね。でブレーキは、はい、こちらは、キャリパーペイントさせていただいております、うんうんうん、またすごいなかなか見ない色やね。そうですね、ブルーメタリックで、まあ、いわゆるキャンディ塗装やね。そうですね、ポイントとして、ね、キャンディ塗装って色を乗りにくいから結構ね大変なんですけど、ね、綺麗に仕上がってますね。そうですね、すごい綺麗な色で仕上がってきましたね、うん、はい。で、ロゴはブラバスで仕上げております、ね、はい。であとは、テイラストブレーキパッドも欠かさず装着しております、まあね、はい。で車高は結構下がってますけれども、はい、まあ、後ろも見てもらって結構下がってますけれども。そうですね、こちらは、シーテですね、ロアリングモジュールで、はいね、はい、俺らがよく、使ってる ASC アクティブサスペンションコントロールか。そうですね、スマートフォンで操作できるようにしておりまして、一応、この状態でフロント 30mm、リア 40mm で、うんうんうん、セッティングさせていただいております。やっぱりね、これすると本当に外見では、ね、ドアリングとか変えてるの分からないですし、うんうんうん、で車高の微調整もできるし、はい、で高速域でもこれ車高戻るようにセッティングはしてるは、しております。してる、ね、だから120キロぐらいですね。内べりも、はい、防げるし、うんうん、本当売れてるし、はい、今一番一押しのモジュールですよね。そうですね、はい、ただね MUBX 次はねちょっと気をつけないといけないことがあるんで、うんうん、そうですね、テスター繋いでますよっていう警告が出ちゃうの で、ね、まあ、ボタン押せばすぐ消えるんですけどね、はい、まあ、そこだけは注意しないといけないですね、はいはい。でまあ、横は純正の。そうですね、一応ブラバスでも設定はあるんですけれども、もう純正でもカーボンがついておりますので、もう特に必要なく、そうやね、もうそのままという形ですね。でサイドも、サイドも純正のカーボンパーツになります。でもちゃんとこれ綾織カーボン、 AMG が綾織のカーボンなんで、うん、トップかブラバスともカーボン名合ってるよね。そうですね、うん、もう全く違和感なく装着できております。はい、でモールは、これはモールだけはブラックアウトさせていただきました。これやっぱメッキやった、もともと。そうですね、メッキになります、ね、まあ、これだけやって、まあ、ここはメッキ範囲でちょっとでかいからね。そうですね、ここだけはやった方がいいかもしれないですね。そうですね、はい。からの、リアですね。そうですね、リアは、ホイールはさっき言ったように22インチを装着しております。タイヤすごいね、335335、フェラーリみたいな感じです ね、スーパーカーのサイズですね、もはや、
335。車高もバッチリいい感じで。いい感じで、ね、バランスすごくいいよね。そうですね、フロントリアともにいいバランスでセッティングさせていただいております。このぐらいやったら車検も大丈夫なぐらいのオフセットやね、うん、そうですね、一応もうお客様もディーラー入庫はしたいなっていうこともあって、スペーサーでデズラを調整するんですけれども、そこも考慮してセッティングさせていただいております。ブラバスはね、オフセットが決まっててスペーサーで調整しねっていうのですから、うん、はい、スペーサーの厚みによってね、その辺は調整できるかなっていう感じですね。そうですね、はい、これでディーラーで入れるとめちゃめちゃいいです。いいよね。そうですね。もうこんだけいじっててもディーラーフリーパスっていう。そうですね。もう気を使うことなく入庫できると思います。ね、はい、でリア周り、はい。これももう全然違うけれども。もう迫力がやっぱ違いますね。まずここは？ここはブラバスの、バンパーダクトですね。アドオンパーツやね。はい。つけております。なってて、もうここ下全然。うん。もともとは黒、普通の樹脂？樹脂やったっけな？いや、もともとは63は、グロスブラックですね。あ、グロスブラック。なるほどね。で、マフラーカッターが、クロームの設定ですね。そうやね。はい。で、今回はディフューザーと、マフラーのセットで。これテールだけじゃなくてマフラー本体も変わって、はい、マフラー本体も変わっております。で、マフラー本体はもちろん、E マークはついております。ついてるね、はい、すごいね。テールもちゃんとカーボン。そうですね、カーボンで、はあ、すごいね。あ、一応あれカッターとマフラー本体は分かれてね。そうですね。すごい。で、リアウィングはこれもカーボンですけど、これは純正、うん、これは純正で元からついておりました。まあでもバランスよく、ね、うん、取れてますね。そうですね。あとはまあ細かいところエンブレム、エンブレムね、はい、ブラバス B マークとブラバスつけております。はあ、これだけコンプリートだとブラバスエンブレムが決まりますね。そうですね。あとは内装ですね。内装ちょっと見てみましょうか。はい、おお、すごい。こちらですね。これはブラバスから出ている、イルミスカフプレートですね。装着させていただいております。あると綺麗やね。やっぱり綺麗です ね。夜光って乗るときにいいですね。で、他は、まあ、設定であるやつですね、すべてオーダーいただいて、アクセルペダルスペーサー、あ、スペーサーじゃない、スペーサーじゃないね、まあ、ここいいんじゃない、はい、スペーサーじゃないね、はい、アクセルペダルとブレーキペダル、ね、アクセルペダルスペーサーね、いっぱい売ってるから感じちょっと間違えちゃうね、たまに。そうですね。で、ブラバスとフロアマット、フロアマットと、へえ。で、あとドアロックピンも、ドアロックピンやね、はい、つけております。まあ、でもイルミはね、綺麗ですね。そうですね、はい。で、これサスペンション、ちょっと今残ってるけど、さっき車高、下げたから、これはね、はい、ちょっと取ってもらう、ダイヤ、グノシスソケット、デバイスを検知します。これ車高を変えたら、はい、さっきの車高のモジュールで、MUBX 車高が出ちゃうんだよね、どうしても、そうですね。そうそうそう。ただこれ別にオフボタンでオフにしていただければすればもう、出ないので、まあ、1回ね、車高が変更しなければ、車高変更しなければ、出ないんですけど、はい、80キロでノーマル車高に戻すとかやってると、どうしても80、走行するとその時出ちゃうので、あれだけちょっとね、はい、押さないといけないんですけれども、そうです、ね。まあ、要はテスターがつないでますよっていう、まあ、警告というか、まあ、普通に、お知らせみたいな感じだからね、別に走行中は何も問題ないんですけど、はい、後期の MUBX 車をで、サスペンションを下げるときは、まあ、それが注意事項かなと思います、はい。はい、これカーボン、中もね、カーボンで、ステアリングもカーボンで、もう全部カーボンやね、はい、そうですね、はい。はい、それでは浅井さん、GT どうでしたでしょうか。いやー、まあ、何より、ね、かっこいいですし、はい、まあ、やられたって感じですよね、篠原がここまで、ね、仕上げてくるとは思ってもなかったのですごく完成度の高さにすごく、はい、やられたと思いました、もちろんね、
まあ、もうすぐしたいってお客様もいれば、1年前から綿密に車買う前から、うん、いろいろと相談して、まあ、仕上げていくっていう、お客様もいるんですけれども、まあ、その過程もねすごく楽しいですし、やっとここまでね1年以上かけて、はい、構想が現実になると、まあお客さん的にも篠原的にもすごく嬉しいと思いますし、すごくいい仕上がりで良かったと思います。はい、篠原のコメントは？僕はもう本当に達成感はすごいもうありますね。ここまでいじってる GT も日本にはないと思いますので、すごいもう貴重な経験させていただいたと思います。そうだって、ここまでね GT63 自体もすごくお高い車ですけれども、さらにここまでカスタム、ね、海外ではねやっぱりここまでバーンっていじったやつはね、たまに見ますけれども、国内でこんだけいじったっていうのはないですし、やっぱりその分かっこいいなと思いますね。めちゃめちゃかっこいい。そう、全部ね海外製のパーツでちゃんと揃えて、もうクオリティも高い一品に仕上がってますね。うん、そうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは本日はこの辺で、はい、次回もまた、お楽しみにご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。